Watch me. I'ma get it how I wanna get it, you don't get it. I can do anything, I don't got a limit. I'ma make my mind up, I'm committed. It might take some time, might take a minute. I won't give up, I don't give a shit. I do what I want. はい、こんにちは、クラウドです。今日から1週間ぐらい遠征に出たいと思います。で、遠征は1週間ぐらい行くって言ったんですけど、愛知、富山、その後関東方面に出て、で、帰りに関西方面に寄って最後岡山に帰ってきます。その間いろんな人に会ったりとか動画も撮ったりする予定なんで、撮ったやつはまたどんどん上げていきたいと思います。やばい、マジで花粉症が最近本当にやばくなってきて、なんか今鼻も詰まってる状態で、目もめちゃくちゃ痒いです。ということで、荷物準備していきたいと思います。今回持っていくラケットは、リュウガオーラスピードのハイパーソニックと、コンポジットテクノの S6J。 一応どれだけ持っていきたいと思います。で、 90K2 はちょっと前に後ろのキャップの部分が取れて、あとリュウガ2はちょっと前に練習した時に接触して折れたんで、今回はラケットこれだけしかないんで、こいつらと一緒に行きたいと思います。今回シューズはこっち VGHS を持っていこうと思います。これからメガネを取りに行こうと思います。花粉症対策です。いただきます。これ楽しいね。とにかくこういうのもらうときは、いつもちょっとオーバーくらいのテンションで行っちゃっていいんじゃないと思う。そういう可愛さもあっていいんじゃない。そういう人は結構好かれる。そう、言葉よりも表情で伝えてあげましょう。絶対そんな俺らが言わんくたってもう決まってんだろ、どうせもらったときにさ、取るリアクションなんてもう、そんな、そんときになったら絶対自然と一番の回答が出てくんだから。遊ばれとる俺ら。俺ら今遊ばれとる。勝手にこうやって言ったりさ、どうせ答えはこうでした、なんでしょ、どうせもう。悔しい。ああ、おもろ。おやすみなさい。ガッドハリ電動なんやな。そうそうそう、今5線だけど、女の人が、に触ってもらって、大山さんの球だったら、
いいっすよ、言っても何も言わないですか。はい、こんにちは、こんにちは、バドテツです。ということで、今回はバドテツさんと一緒にお悩み相談していきたいと思います。はい、行きやすか。やばい。花粉でめちゃくちゃ軽いです。
Can't touch me, nah, can't trust me.